ちっちゃいです。何も見えない。あ、こういうことか。あ、恥ずかしい。はい、マングローブの森の桜です。かわいい。ほら、はい、登ってきました。階段150段、きつかったです。わあ、すごい。大自然。今からカヌーに乗ってきます。お相撲さんみたい。ダッシュドネクタラ。カヌーに乗ってます。流されてます。結構腕がパンパンです。ありがとうございました。カヌーの初体験が終わりました。もう笑いすぎて涙が出ました。はい、マングローブの森で楽しんでカヌーしてきました。はい、奄美のメニューは、じゃあ何やったら、奄美の夕食は居酒屋メニューです。もずくの天ぷらです。恥ずかしい。これチーズ4種類のピザです。頼んだのと違うのと思いました。サービスになりました。あの塩豚とキノコのピザを頼みました。お刺身とエビの唐揚げも来ました。もうかか全種類です。あとご飯も食べたかったのでご飯も取りました。はい、今日は奄美観光桜マラソンということでちょっと控えめに撮ってきました。おかわりのクロワッサン取ってきました。これ
が美味しかったです。とってもおしゃれなレストランでした。まずカヌーの定番は奄美を残すところ、あと何時間の滞在時間になりました。以上、ポテリンコでした。Thank you.